午後のティータイムのお時間、皆様はいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ショップチャンネルキャストの永井敏子です。ここからの10分間はお茶いこをお届けしてまいります。早速いただいたメッセージ読ませていただきます。まず今週のテーマはジャスミン様からいただきました。春といえば〇〇ということでテーマお待ちしております。月曜日、今日からスタートですものね。ゴールドステッカーね、すいません、はい、あ、ジャスミン様には今ね、隣でね、いっぱい喋ってくれてジャスミン様にはゴールドステッカーを、そして、採用していただいた方には、何ステッカー、ランダムステッカー、ランダムな色のステッカーを送らせていただきます。すいません、バタバタしちゃった。はい、では早速いただいた投稿を読ませていただきます。まずはココア様、メッセージありがとうございます。春といえば指宿市はそら豆とスナップエンドウです。へえ、なんかね、あの鹿児島の指宿市といえば砂の虫温泉、砂虫温泉とかね、あの指宿ってか、あの調べました、鹿児島であの温泉とか有名ですけれども、湯がいても美味しいし、スナップエンドウとそら豆、そら豆はそのまま焼いたら甘みもあり美味しさ倍増ですよ、ということで、いいですよね。お酒飲む方はね、そら豆とか好きな方いるんじゃないですか。あの私も近くの、八百屋さんでそら豆売ってるの見たい、いな、春だなと思いますが、なんかあれ結構独特な、ね、香りしますものね。なんか子供はどうなのかなと思ってこの前なんかスルーしてしまいましたが、いいですね、春、食材から春を感じるって幸せですよね。ココア様、メッセージありがとうございました。さあ続いてまいりましょう。続いてはねえね様、メッセージありがとうございます。衣替えと洗濯の春です。確かにそうですよね。衣類ケースや押し入れからドライアングルを取り出して干す日にちを1枚1枚記入するので時間がかかります。ドライアングル使ってくださってるんですね、ありがたいです。そしてコートやセーターなどをお気に入りのハイベックで洗います。ハイベックいいですよね。私も今日この洋服全部ハイベック、これもハイベックで全部洗ってます。今年は曇りや雨の日が多いので晴れの日が待ち遠しいです、ということで、確かに今日も東京都内夕方から雨の予報をというふうに、そうなんです、言われていて、折りたたみ傘は忘れずに持って行ってねって家族に言われて、あ、そうかそうかと思ったんですけど、いつも夫はそういう時に雨降らないので今日は降らないかなと思って今日来ておりました。はい、衣替え、私あのかなり断捨離をしましてですね、衣替えしなくてもいいような感じに一応私しておりまして、プロデューサーはどうなんですか。あ、まだ終わってないと。みんなどうなんだろう。奥様に任せてる。そうです、奥様に任せてる。はい、いいですね、幸せですね。みんなにちょっと振ってみました。ねえねえ様、ありがとうございました。さあ続いてはレオパパ様、メッセージありがとうございます。春といえば配置替えです。確かにね、新しい部署に変わって気づかれの毎日です。それはそれはお疲れ様です。気づかれって一番疲れますものね。キャストの皆さんやスタッフの皆さんも変わって大変ですか、ということで、私たちキャストは10月からこれ変わったんですよね、24時間に。で、私もちょっと時間がずれ、3時間くらいずれたのかな。なので昨日も帰ったの何時だったかな、夜10時近かったりとかするので、なんかそのなんか10時近くても今日の朝はちゃんと起きなくちゃいけない時間帯だって、なんかちょっとなんかまだいまだにまだうまくなんかこうペースが取れてないですね。あと今日さっき一緒にやったプロデューサーは深夜から、この4月にお昼の時間も担当するっていう風に言っておりました。フロアのスタッフとかはどうなんですか。あんまり変わる、あ、結構変わる、気づく、あ、そうか、そうなんです。ショップチャンネルはいわゆるこのフロアのスタッフっていうのはもう結構変わりますね。深夜から、あ、久々って言って、あ、深夜にいたんですとか、久々だねって朝にいたんですとか、結構みんなそういう会話があります。いやー、気づかれの毎日大変ですが、あまり頑張りすぎず気持ちのんびり
行きましょうね。レオパパ様メッセージありがとうございました。さあそして続いてはゆり様メッセージありがとうございます。春といえば造幣局の桜の通り抜け、今年も行ってきましたよということで、今年の花は大手まりちょっと早かったかもということで、これスタッフが調べてくれてですね、関東の私たちなんか造幣局の桜の通り抜けって知ってる？知らなかったんです。実は私も知らなくて調べてくれました。毎年4月の中旬頃の桜の開花の時に造幣局構内の旧淀川沿いの全長560メートルの通路を一般の花見客のために1週間開放してるんですって。行ってみたい。大阪ですね。そうですね。で毎年なんかこう何ですか、桜、今年の桜はこれですみたいな、今年の花に選ばれたのはその大手まりっていうこの品種なんですよね。数多くの品種から一つの品種を今年の花として、選んで毎年紹介しているということで、花は中輪の薄くれない色、薄紅色で、花弁の数は20枚ほどと、なんか細かいいろんなこう情報を載せてくれたんですが、そういう、大阪の方は結構有名なのかな。私も大阪に友人いるのでちょっと聞いてみようと思います。ゆり様メッセージありがとうございました。皆様には、こちらランダムですがステッカー送らせていただきます。さあそれではやってまいりました、この時期限定のこちらです。全国桜ハンティング、お写真待ってます。全国桜ハンティング桜前線上昇中のコーナーです。こちらのコーナーは皆様の撮影した桜の、写真で日本列島を埋め尽くそうということで、企画をしております。今日たくさんのハンティング写真が届いています。それでは早速参りましょう。まずはこの方です。これね、スタッフでいろいろ春待ち気流様、それとも春大気流様、どっちとオンエアの本当に1秒ギリギリまでずっと言っていたんですが、ちょっと今度ルビーを振っていただけると嬉しいです。愛知県の方メッセージいただいております。素敵、いいですね。橋との橋が赤なのかな、で桜がね前にあっていいですね。満開ですよね、来てますよね。さあそして続いては桃様メッセージありがとうございます。大分、実は私2月に大分に温泉入りに行ってきたんですけれども、大分すっごくいいですよね。また行きたいなと思っています。桃様は桜とチューリップ、こういうところあるんですね。大分のどこでしょう。いいですね、花の共演で。桃様メッセージありがとうございます。さあそして続いてはリエプ様メッセージありがとうございます。リエプ様は奈良県でハンティングということで、奈良の郡山城のお祭りの夜桜もいいですよね。風情ありますよね。とってもお写真撮るの上手ですね。お上手リエプ様、ありがとうございます。そして白熊くん様、最近いつもメッセージありがとうございます。千葉県の雨の翌日の桜ですということで、知ってなかったんですね。よかったですね。雨の次の日とかの桜もなんかこう過ごしやすそうでいいですよね。いやー素敵なお写真ありがとうございます。そして今日メッセージでも読ませていただいたココア様、おー鹿児島市内で撮りましたと。3月末に、立派ですね、いいですね。いやーチャクラ前線ぐいぐい来てますね、お客様。この後もお写真お待ちしております。それでは今週のテーマは春といえば〇〇ということでお待ちしております。明日は斉藤キャスト、この後生放送でも登場、斉藤キャスト明日担当です。お楽しみに。この後斉藤キャスト担当でフルボサミネラルお届けです。それではハバナシティ。ショップグルメウィークは11日まで開催中です。プロの手掛ける自慢のメニューをご家庭で、いち早くチェックするならネットで。